ょっと悪い言葉をしてるけども、ごめんよ。これちょっと今日の勉強に関係あるんだから。俺先生、ちょっと言ってみて。俺先生。あんた生徒。ちょっと言って、俺先生、言ってな。俺先生。あんた生徒。俺先生。あんた生徒。わかった？僕今何だか知ってる？俺先生。あんた生徒。わかった？その俺先生っていうのに似てるのはこれ。俺線グラフ。ちょっと言ってみて。なんて言う元気の恐ろしいみたいな声じゃん。俺線グラフ。言ってな。俺線グラフ。俺先生。俺先生。俺線グラフ。似てるだろこれ。似てないか。似てない。ほんと？あんた生徒。俺線グラフ。これなんだ。俺先生。俺は。俺線グラフ。ちょっと覚えておいて。でパッと見てよ。いい？いい？数字は増えつつあるでしょうか減りつつあるでしょうか。ちょっと読んでやるから聞いてるよ。上がってる。20、30、20、30、20、40。どっち？だんだん上がっててくるか下がってってるだろう。だんだん上がってる。例えばな、例えばテストでな、30点取った、20点取った、30点取った、20点取った、40点取った。この人は成績は上がってるだろうか下がってるだろうか。上がってる。え？上がってる。でこれをね、俺先生にすると、あ、間違えた。俺線グラフにすると、だんだんこう上がってきてるなってわかるわけだ。ちょっと上がり気味でしょ。じゃあこれはどうだろう。これ先生言うからよく聞いてねよ。この人の成績40点、50点、30点、40点、20点、30点、20点、20点。どうだろう。これは成績下がってる。分かった。下がってるって。初め大きい感じだったけど、もう一回よく聞いててよ。40点、50点、30点、40点、20点、30点、20点、20点。どうでしょうこれ。下がってる。でもこれ俺先生にすると非常によく分かりやすいわけ。だんだん俺先生に、あ、間違えた。俺線グラフにするとだん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 こう下がってる。どうしてこれ俺線グラフっていうか分かる。これはい、カクカクだ。何が折れてる。林先生が折れてる。うん、そう、林先生もね。おばあさん、どうして折れ線グラフって言ってる。立たなくていい、立たなくて。折れ線が折れてるから、うん、そう折れてるからそうだね、線が折れてるだろ。だから折れ線グラフって言うの。じゃあこの人はなんで折れ先生って言うの。折れ先生。お前生徒。分かった？ん？それじゃあ僕は初めに柿を今日は 4個食べました。今日は4個食べたのね。レンジじゃない、まあ、柿なの今季節的に。柿、いいな。で次の日僕は3個食べました。僕？女じゃない。赤いシャツ着てたって男は男でしょうか。見ろ。ん？違う、髪型が。髪型だってこれの切ってても女っていう時もあるよ。さっきも言うんだけどさ、今もう年中時でもね、男女って言うんだな。あれ驚いたね僕。で次の日僕は柿を何個食べたでしょう。1、2、3、4、5個食べたの。ねえ、その周りの茶色いのうんちみたいだからやめてよ。バッチリ。僕これカゴのつもり書いていたのよ。うんちじゃん。カゴの中に。これはさ、柿を大きく書いてうんちに見えるんだけど、うんちの中にある柿なんすけど。お、あ、そっちの方が見えやすいぞ。いいの。これうんちに見える。うん。あんたこんなうんちしてるの健康だね。もうちょっと明るい色の方がいいんじゃないの。あ、そう。これちょっとうんちに見えるんだよ。あんた何、もうちょっとこう明るいもの食べた方がいいんじゃないの。気持ち悪い。こんなの食べないよ。これうんちに見える。おばさん見えないな。これうんちに見えるのよっぽど自分にこう関係してるからなんだよな。いや、ウインナーに見えるのか。俺先生だからいいな。
ウインナーに見える。俺先生だから黙ってなさい。ウインナーに見える。ウインナー、ウインナー。じゃあもう一回言おう。僕は今日4個柿食べました。あっそう、うんちだ。僕は3個食べました。うんち。あんたのね。僕は柿を 1,2,3,4,5 個食べました。でね、この変化変わっていくでしょ。毎日変わってたんで、先生は折れ線グラフにしました。でここで見ると、最初に1日目は何個食べました。4。2日目は3。3日目は5。っていうふうに分かりやすいわけですね。じゃあそこで私はこういうふうにしました。今度はお父さんが体重を測りました。お父さんが気持ち悪い。お父さんね、最近ね太りすぎでね、ちょっと気にしてるんだよな。僕もちょっと、僕って太ってる痩せてる？60キロってかなり痩せてる方だ。初め60キロだったのね。うちの母は56キロ。あんた56もある？あ、母が。そういうこと言わない方がいいね。パパが56キロなの、さっき20キロぐらい。56キロか、ね。さっき22キロしかないもん、さっきは。56キロか。さっき22キロ。やっぱ僕太りすぎだな。自分でもそう思うよな。君絶対太りすぎ。要するにお父さんは60キロだったの、初め。あ、そう。誰の？なんで60キロなの？誰のお父さんが？そしたら、次の日に65キロになった。あ、次の日や。次の次に65キロになったの。増えたでしょうか、減ったでしょうか。増えた。何キロ増えましたか。5キロ。5キロ増えた。そしたらその次の日に70キロになりました。ああ、もっと増えた。増えたでしょうか、減ったでしょうか。増えた。ねえ、なんで60キロのままなんだよ。だから順番に書くから。そして70キロのお父さんは大変だ、メタボリックだ、うわー、顔が太りすぎだって言った。顔がでかいっすけど、これ。そしていよいよパン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 、夏休みが終わる頃には80キロありました。お父さん増えた、あ、太ったでしょうか、痩せたでしょうか。太った。で、これをね、折れ線グラフにしてみるよ。こういうふうに折れ線をね、重ねてみるとわかる。さあ、どうでしょう。お父さん、太りすぎだよ。メタボリックだよ、これじゃあ。お父さん、ガガ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 ーッと増えてしまったのです。本当にね、怖いね、あれ。先生、それ最後の顔。太るときはね、簡単に太っちゃうんですよ。ね。じゃあ、今度は、ウサギさんが人参を。ウサギじゃないよ、これ。なんだこりゃ。ウサギだってば、これ。何か知らない怪物。ウサギに見えるでしょ。なんかアリみたいなの、なんかアリ、アリの、アリに。あんたガム捨ててきなさい、ゴム箱に。あこさん、ダメだ、ガムは。噛んできちゃった。あ、ゴム箱持ってってやって。あ、ダメダメダメ。はい。キモいわ。はい、あんなんか捨てなさい、ガム。バッチ、くそい。ガム捨てなさい。持ってくんじゃねえよ。ガムを捨てなさい。捨てなさい。よし。じゃあいいか。ウサギさんがいました。何本あの人参食べたでしょう。人参じゃないよ。これソーセージ。ソーセージに葉っぱがくっついてんの。あのな、ウサギはソーセージ食べないんだぞ。知ってるか。さつまいもだこれ。ほら、ウサギさつまいも食べるか。食べる。時々食べる。ウサギ食べると死んじゃうんだよね、さつまいも。そうなの。なあ。多分死ぬと思うよ。でももしさ、人参がさ、この世になくなったらさ、ウサギどう言うすんだよ。あんたお米なくなった、お米なくなったらどうやって生きていくんだ。パン食べて生きていく。パンって、まあそういうこと言って、パンも、まあ、とにかく全部なくなって最後の。今度岡部勝手口喋ったら外へ、お前邪魔ばっかりしてる。え、あ、そうだ、これ YouTube でお父さんお母さん見ることになってるから。いいよ。岡部くんのお父様お母様。マシュー。すごいよね、この人、ブサイク。マシュー君はふざけてます。ちょっと待て、俺先生だぞ。あ、そう、俺先生か。俺先生だった。俺先生だったら折れてるわ。あこさん、今度はあの僕ここ注意したら5分外へ出して。はい。5分外へ行く。先生がいいよって思うんです。中入っちゃダメ。いいね。これ、ウサギさんが人参を4本食べました。だから4のところに点をつけました。うん、次の日、ウサギさんは何本食べたか数えてみます。3、はい。1、2、3、4、5、6。6本食べました。ですから、6のところに印をつけました。次の日、ウサギさんは3、はい、1、2、3、4、5本食べました。最後にウサギさんは何本食べたかというと、
1,2,3,4,5,6,7 のターンで、そこでこのままじゃ折り線グラフじゃないので、ここに線をつけます。こうすると俺先生じゃないよ、俺先生グラフじゃないよ、折り線グラフ。じゃあ見てください、この折り線グラフを見てください。これは増えているでしょうか、減ってるでしょうか。そうですね、これは岡部君が毎週何回叱られるかを叱られたかを調べてみました。2月にはこれだけ、3月にはこれだけ、4月にはこれだけ、5月にはこれだけ、6月にはこれだけ、4月にはこれだけ先生に叱られました。どんどん岡部君は叱られる回数が増えていきます。こういう時はどうしたらいいでしょう。これはこういうグラフを取った人、こういうグラフになっちゃったの、岡部君が。あれ先生だよ、怒られたの。俺先生。じゃあ先生がね。俺先生。俺先生が怒られたな。俺先生って伸ばさないでいいだろ。うるさい。俺先生。じゃあ今度はこのグラフを見てください。これはどうでしょう。減ってるでしょうか。減ってます。これは岡部君が毎日、なんで僕なの？君が一番かにやりやすい。別の人にして。いいの。岡部君が。やだ。僕にしないでよ。これいいことだよ。林先生。林先生に行こう。これは岡部君が毎日お手伝いを何回したかを調べたものです。ダメ。どんどん減っていきました、ね、別の人。さあもうこれで怪しにして、こうなってこうなって、これはいかんですね。これはあんまり怪しい。じゃあ今度は林先生にする。どうぞ。さあこれは体重林先生の何でしょう。これ体重か。じゃあ林先生の、違う林先生のね、おしっこで返す。だってなんでこんな少なくなっちゃうの。年を取ると減ってくるの。はぁ、知らなかったよ。あの人じゃあこれは林先生の、トイレ行く回数です。若い頃は20代の頃はこれだけ、30代、40代、50代、60代、70代、80代にはトイレ行く回数がこんな少ない。普通逆だぞ。年を取るとね、どんどんトイレ行く回数増えるんですよ。違うよ、1回にいっぱいすればいいじゃん。そう行きたい。もうあとで行かないように。岡部君危ないね、あんた。イエローカード。なんでイエローカードじゃない。今度だってイエローカードもう一回出たらもう外だもん。じゃあこれは何のグラフ。じゃあ何のグラフでしょう。真面目に答えて。これ何のグラフ。これ何だろう誰かと戦った。そういう乱暴なものじゃありません。ゲームで勝った回数、テレビを見た回数、勉強した回数。これはね、こういうことなんで、はい、これ伊藤さんの成績なんで。やめてねそれ。じゃあ伊藤さんの成績なんで、伊藤さんがまず勉強してたら初めはこの辺だったの、うん、どんどん下がっていっちゃったの。あら大変だわ。また下がっちゃったの。どうしたらいいだろうということで、どうしたか知ってる、伊藤さんは。BW 教室に入ったの。なんで落ちてんの。それたら BW 教室入ったら成績上がったの。そしてまたどんどん上がったの。またどんどん上がったの。最後どうなるかしてるか、今度次にはビョーンと来ちゃうの。なあ、そんなにね、どんどん上がったらね、怖いよ。怖い。よし、じゃあそこで問題、いいですか。さあ簡単なんでいこうか。簡単なのでね、簡単なのをやめてください。いや、そんなことない。断る。じゃあこれは今度は逆に、これ何のグラフか当ててよ。これはね、よく見るとね、いい、ここが0で2で4で6で8で10、これでどんどんこう伸びていった、どんどん増えていきました。これは何のグラフだと思う。2だから、ここは何、これ
じゃあここは5ここは6ここは8ここは9そういう数に数のように増えていくもんって何があると思う？